おはようございます。今日の朝のコーヒーはですね、時の魔法使いにしました。そして、格言の方は、松屋式は同圧を使い、土手は制圧を使う、上圧ですかね、制圧ですかね、制圧を使うということを、まあ、語りましょうかね。で、今日の、朝の玉木、サマーギフトですね。あ、今日もホイヤ出荷せにゃいかんですね、サマーギフト。そういや折り紙の、タンパーで曲げたやつをですね、今日送らにゃいかんですけど、何に入れて送ろうか、また後で考えよう。はい、そして、今日のデータですね、今日のデータというか、今日はですね、一応外部マイク使ってます。で、外部マイクの、方の原因はローにしておりまして、で、iPod Touch の方の原因は最大に持ってきてます。で、これで、今、エアコン2台動いてます。で、換気扇も動いてます。その状態ですから、当然、外の音を拾いやすい状態ではありますけど、一応ですね、原因を、マイクの原因を下げてるんで、もしかしたらうまい具合に、エアコンの音だとか、そういうもんが入らなくて済むかもしれないという感じですね。それではですね、どこにピント合わせましょうかね。この辺にピント合わせておきますか。はい。それではやっていきたいと思いますね。まずスタートです。はい、それではですね、まず穴を掘ります。はい、穴を掘りましたね。昨日実を言うと、こう一生懸命やってたら、いつの間にか画面がですね、白で飛んじゃいましてですね、ほとんど読めないという状態になってしまいまして、この画面が見えてない、こちらの、やり方がちょっとまずかったなというふうに思いまして、コーヒー立てる時の、立ち位置をちょっと、カメラの方に近づこうと、つまり、カメラの画面が見える位置で、コーヒーを立てるようにしようというふうに、今日は思っております。穴はもう特訓掘りましたね。はい、はい、お湯の用意できました。はい、じゃあお湯の用意できました。それでは、お湯を差します。真ん中を差しますね。周りにかけます。
基本濡れてるとこと乾いてるとこの境界部に刺す感じですね。ちなみに、今日の気温はですね、結構高いんですね。結構、昼間暑くなるんじゃないかという感じです。今から1分20秒です。これはあれですね、抽出に関することですけど、松屋式は同圧を使い、土手は上圧を使う。制圧というのか、どっちが正しいか分かんないですけど、これどういうことかというと、松屋式って流れを使うんですよ。お湯の流れを、使って抽出する技法なんですね。で、それに対して、この前からちょっと、やってる、土手の技法というのは、今度は制圧というか、まあ簡単に言うと止まってる状態の圧力なんですよ。つまり、止まってる圧力っていうのは、まあ簡単に言うと、圧力が全体に行き渡ってるっていう状態ですよね。その状態で止まってる状態で、全体に行き渡ってるその圧力の、まあ、力を利用して絞り出すような、まあ、概念です。で、松屋式というのはもう流れる中で、成分を溶かすという概念になるんですね。だからやってることは結局上からお湯さしてるだけなんですけど、どっちもお互い上からお湯さしてるだけなんですけど、そのさしてる概念自体は大きく違うよという部分です。だから一応専門家という、まあ、一応専門家というほど専門家でもないんですけど、例えば僕らコーヒー屋がこう例えば、動画とかなんかで、お湯を差すシーンを見るとするじゃないですか。その時に、あ、この人はどういう考え方でお湯を差しているのかなというのはやっぱり、判断しちゃう部分あります。それが意図的に、こういうふうに指しているなというふうに、見えるものと、そうでなくて、なんとなく指しているなというのが結構わかるんですね。それは何かっていうと、自分がこう用指しているときにどっちで指しているかっていうのは当然頭の中にいつも入れた状態で、指しているから、それと、お湯を差してるイメージが違うなと思ったら、あ、これはこういう意図で差してるか、もしくは何も考えてないかっていうのが分かるわけです。で、松屋式っていうのはもう完全にこの上から下に、お湯が流れるのを利用するわけですよ。成分溶かすのに。ですから、あ、必ずお湯をずっとこうかけてるイメージになるんですね。今日は時間伸びそうですね、だから土手の技法を使う時の、お湯の差し方と、松屋式のお湯の差し方っていうのが考え方が全く変わっちゃうんですね。つまりずっと流れてるっていうことを念頭に入れてお湯を差すものと、どっちかというと、腰袋ですよね。このろ過器でいう、その腰袋から、まあ、染み出すようなイメージで、コーヒーを抽出する土手と、
やっぱお湯の差し方が変わってくるわけですよ。つまりもう、土手の技法の場合はこうコップにお湯がいっぱい、水がいっぱいになってよく表面張力で伸びこぼれそうな状態を、維持するイメージです。つまりこれ以上かけると乗りこぼれちゃうなというぐらいのイメージでお湯を差すんですね。土手のとこで、まあ、表面張力で乗りこぼれそうな状態を、まあ、維持する感じ。必ず当然土手のやつも染み出して下へ落ちるわけだから、その分だけは補充することができるんですね。だからそれをイメージしてお湯を差すっていうことが、まあ、あの土手の場合は大事になるし、つまりそれちょっと差しすぎると、まあ、土手が崩れるというふうな状態になるわけですね。だからそこのとこに対して松屋式っていうのはもう乗りこぼれる関係ないんですよ。逆にひたひたを維持するんで、どちらかというと吸い込まれた分を慌ててお湯を差すイメージになってくるんです。だからそこの、イメージの部分が土手の理論と松屋式っていうのは全く、真逆の感じになるんですね。はい、4分36秒ですか。なんか一番安定した時間になりましたね、今日は。で、薄めます。はい、出来上がりですね。はい、ちょっと待ってよ。はい、コーヒーできました。今日は時の魔法使いですね。あ、いい感じの濃さになりましたね。こうでなきゃいかんのよね。この何日間かこのあれなんですよね、お湯の通り良すぎてちょっと気にはなってたんですけど、今日はあのお湯の通りがあのそこまで良くないというか、まあ、あの抽出時間とかなんかがちょっと伸びましたよね。結構甘さが強く出ましたね。まあ、この何日間かの中では今一番いいですよね。まあさすがに、ダメ出しは今までのもできないですし、別段ダメ出しするほどひどいわけでもなかったですけど、僕の中でちょっと納得できんな部分はずっとあったんですね。抽出時間が短いのに関して、で抽出時間をごまかすことはそんな難しくはないんですよ。だけどそうではなくて、抽出時間が早くなってしまうなと思いながらこう、まあ、ずっと抽出してたんですけど、それと比べると今日は抽出時間がまあ伸びた感じで、これだと
いいなというかしっくりくるなという感じはしますね。はい、それではですね、玉木後半の宣伝です。芸者、ちょうど昨日もちょうど芸者のシーンをやっておりましたね。はい、結構感動して2000円は安いと、言ってくれましたね。はい、2000円安いって言われたけど、いや2000円は結構のお値段だと思いますけどね、僕はと心で思いました。はい、だって2000円ってコーヒー、あれですからね、400グラム以上買えますからね。はい、結構の値段だと思うんですけど、それが、まあある意味ドリップバッグ1個ですからね、結構僕は高いと思いますけど、まあそれでも安いと、感動して帰っていかれましたね。はい、はい、ということでですね、今日のコーヒーはですね、時の魔法使い、はい、そして、今日の格言ですね、松屋式は同圧を使い、ピントが合わない、松屋式は同圧を使い、土手は上圧を使う。はい、はっきり言って、コーヒー屋でないとその言葉の意味合い自体が分かんない感じがしますが、まあどうせこの朝のこれなんかもうコーヒーに関してある程度の知識がないともう全然分かんないことしか言ってないような感じするのでいいんじゃないかなと、まあ、とりあえずいいかなみたいな感じですね。はい、今日の、レンジですね、気温が 25.8、 結構 25.8 だけど思ったよりも、気温高いなという感じがします。で、室温が 25.9、 あのね、今日実言うと、焙煎室の側のエアコン入れ忘れましてですね、エアコンと換気扇入れ忘れてですね、ちょっと、このマイクの実験をちょっとやってた時に音を消すためにわざわざ換気扇とエアコンを止めてちょっと実験してたんで、そのまま帰っちゃったんで忘れちゃったんですよ。だから店の側のエアコンだけが一生懸命頑張って冷やしてましたけどね。はい、まあとりあえずそれでもなんとか気温自体は下げれてたとは思いますが、まあで、庫内の温度が 24.1、レンジの庫内ですね。で、豆温が 24.3 で、レンジに、600ワットで10秒かけて、29.6、まああれですね、温度的にはいいとこに行きましたね。で、蒸らし時間1分20でやってみました。こうなるんだよね、一回こうなんかあれですね、画面を、近いところでピント合わせて、露出までを上げると、この iPod Touch のこのソフトの場合ですね、こう外した後そのまんまの露出が生きちゃうみたいで、そこのとこを毎回、チェックしないといかんというのがちょっと分かってきました。もうこのソフトはバッチリだと思います。本当かな？はい、それでは仕事に戻ります。